ネボさんはヨルダン西部に位置し、近郊の町マダ場の北西 10km 内の距離に、ある標高 802m の高い尾根である。アバリム連山の主砲の一座であり、海抜約マイナス 400m の視界との標高差は 1200m となる。視界の東北端より、東約 9km の位置にあり、山頂からは聖地の前景と北にヨルダン川渓谷の一部が展望できる。 通常、エリコの西岸地区の町が、頂上から見え、よく晴れた日であれば、エルサレムも望むことができる。山頂部より見る視界。標高差1200メートル。山頂より約束の地を眺望するモーセの描画神明期の最後に至る章によると、ネボさんは、神がイスラエルの民に与えられた約束の地を、ヘブライ人の預言者モーセに眺望させた場所とされる。そして、 モーセは、モアブの平野から、ネボ山、エリコの向かいにある、ピスガの頂へと登った。ピスガとは、尖ったところの井で、ネボ山の西2 5トルのラースエシャーガであり、このピスガの頂は、標高7 1 0ルとなるが、ネボ山と同一もしくはその一部分として混同される。キリスト教の伝承によれば、モーセは神によって、このネボ山に埋葬されたが、 モーセの永民の地は不明である。神明期によると、神はモーセを、ベテペオルに近いモアブの地の谷に葬られたが、今日までその墓を知る者はいない。ベテペオルは、一説には、ネボさんの山麓に知られる、モーセの泉の場所であるとされる。イスラームの伝承でも、また同様に言われているが、モーセの墓所は、ユダヤの荒野のうち、 エリコの南1 1トルエルサレムの東2 0トルに位置するナビームウーサーであるともされる。ナビムサはモーセの意である。学者は現在ネボ山として知られている。この山がモーセ御所に示された山と同一であるかどうかの議論を続けている。また、マカバ駅に2章4から7節によると、預言者エレミアは幕屋と契約の箱をこの地に隠したとされる。 戦霊同意仮面のモザイク1933年、山頂部の標高710メートルのシャーガで、教会と修道院の跡が発見された。その教会は、当初、4世紀後半に、モーセの死の場所を忍んで建てられた。教会の構造は、典型的なバシーカ様式による。教会は5世紀後半に拡張され、西暦597年に建て直された。教会については、 西暦394年に一人の女性、エゲリアの巡礼記に初めて記載された。モザイクで覆われた教会の床下からは、天然の岩をくり抜いた六基の墓が発見されている。モザイク側保存、修復され、現在も年代の異なるモザイクの床の断片を見ることができる。現代の教会はその場所を保護して、礼拝の空間を備える絵を建設されている。 山頂からの距離を示す、案内板がリラヤコ 106km、ナーブルス 66km、エリコ 27km、ラマルラー 52km、エルサレム 46km、クムラン 25km、ベツレヘム 50km、ヘロディウム 47km、ヘブロン 65km2000 年3月20日、ヨハネ・パウロ2世は聖地への巡礼の中で、 ヨルダンで最も重要なキリスト教礼場の一つであるネボさんを訪れた。訪問時、ヨハネ・パウロ2世はビサンティン様式の礼拝堂の側に平和の象徴としてオリーブの木を植えた。教皇ベネディクト16世は2009年5月9日にこの地を訪れて演説し、エルサレムの方向を山頂から眺望した。山頂にある蛇のような十字架の造形物は イタリアの芸術家、ジョバンニファントーニにより作成された。それはモーセがアラノで作って掲げた聖堂の蛇及びイエスが卓形にされた十字架を象徴している。山頂部、北東の長望。ありがとうございます。